手を下げる。ダメだったすごい急にね、どうたでしょうか。ヘジンさんです。もう一度拍手お願いします。ヘジンさん、もう少し前の方に来ていただいて。素敵でございます。ちょっとだけ衣装触れていいですか。やっぱり軽くなりましたね。軽くなりました。おちょこ倒すよ。少し暑かったです。すごい長いのなんかついてますよね。かわいい。あ、払ってるかい。差し上げましょうか。大丈夫だと思います。大丈夫だと私大丈夫です。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、ヘジンさん、先ほどヘジンさんがこの可愛らしいお洋服に着替えられてる間に、皆さんには消防庁の PR ビデオを見ていただいたんですけども、あれ本気ですね。本気でちょっと火の近くに行かれてるんじゃないですか。あー、소방대원분들에대한처우가우리나라가사실좋지않아요。그래서그분들을위해서제가해드릴수있는게뭐가있나해서그런영상을제작을해봤고앞으로조금이나마개선이됐으면하는마음에서동참했습니다。そうなんです。韓国の消防隊員の人たちというのはあまり処遇が良くないんですね。なのでその人たちのために自分は何ができるだろうかと思いまして、この映像の制作に参加をしました。少しでも改善されればいいなという思いで賛同したんですね。素晴らしいです。本当にまたかっこいい消防士さんっていうような感じでね、グッときましたけども、その消防士さんの映像の後になんかこうショートフィルムのような無用な、まあ、偶然の出会いというような映像も少しついてたんですけど、あれはどういうものなのかちょっとね説明していただけたら。네、그거제가언제찍었죠。아마한2년쯤된것같은데、네、유빈작가님과우연한기회에그런영상을찍게됐는데아마또좋은작업을곧하게될것같아요。함께これを撮ったのは確か2年ぐらい前だったと思うんですけれども、ニュービンさんという作家の方といい出会いがありまして、撮ったんですね。これからもまた一緒に作品を撮れると思っています。ああいうショートフィルムもたまにこういうふうに小出しにね、見せていただけると素敵でございました。ありがとうございました。